ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんてさ。そんな悪い奴を野放しにしてたら、みんなも安心して暮らせない。俺が何とかしてあげなくちゃ。どうしたの、ミゼラ。カナタは、いつもまっすぐで正しいね。私には分かってたよ。カナタは絶対にみんなのために、ゴードンを追いかけるって。うん。ありがとう。とにかく、今は急いでゴードンを見つけよう。ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。ちゃんと俺についてきてね、ミゼラ。うん。いつだって私は、カナタの後ろについていくよ。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だった？とても怖かったよ。だから、カナタが来てくれて本当によかった。そっか。あれ？でも着いた時、ミゼラが村の人を押さえつけてたように見えたけど。気のせいだよ。私一人じゃ何もできない。カナタが助けてくれるから、私は元気でいられるんだよ。そうだよね。大丈夫。ミゼラのことはこれからもずっと俺が守ってあげるから。うん。ありがとう。いた！ゴードン！こんなとこまで追ってきたのかよ！もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団に引き渡す。待って、カナタ。何か聞こえる。これは、魔物の声。なんだよ、こいつ。こんなやつ初めて見る。まさか、こいつがクレス先生の言ってた。カナタ、来るよ。なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。カナタ、無事か。あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。始まりの力、手の内に我がしるべとなり、こじ開けろ。スクリームエレメンツ。逃げた。無理に追う必要はない。ここまでだな。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとうございました。でも、どうして。君たちは、悪い人間には見えない。強いて言うなら、理由はそれだけだ。勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら、無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。あんたが使命を果たし終えるまで、絶対に。理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの。ああ、すまない。こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はミラ。彼女はベルベットだ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに？探している奴がいてな。しかし、見失ってしまったようだ。迷っちゃったんですか？よく見ると服もみすぼらしいし、困ってるんですね。かわいそうに。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか？よせ、ベルベット。それより、カナタ。何、ミゼラ。ゴードンが。あ、いない！逃げられたのか。魔物と戦ってる隙に。どうしよう。おーい、ミゼラー。あと
ナッシュ？話も聞かずにさっさと飛び出すなよ、カナタ。いい格好しようとしちゃってさ。ナッシュ、何かよ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映してあるんだ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに転映すれば。見ろよ、ビジョンセントラルに新しい投影が。こいつ、隣町のゴードンじゃないか。ばあさんになんてひどいことを。許せないな。なんだ、俺のビジョンオーブが。頭に響くこの声は。なんてひどいこと。おばあさん相手に、むごすぎる。こんな悪人は裁かれるべきだ。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ。消えろ。消えろ。私たちも行くぞ。ほんと勝手なやつね。ゴードン腕に紋章が。あれが罪の刻印か。初めて見た。罪を犯し、みんなが執行を願った。それなら。うん、ゴードンはトガ人になったんだ。まさか俺が。トガ人、トガ人だ。ってことは来るんじゃないの。あれが。やっぱり来てくれた。正義の使者、執行者だ。